本日は美しすぎた水の都、静岡県三島市三島駅周辺の散策でお送りします。よろしくお願いします。東京駅から新幹線で約40分、めちゃくちゃ近いです。伊豆半島の玄関口でもある三島、そう、伊豆エリア一帯は水がとてもきれいなことからわさびが大変有名。それでは繁華街方面を出て水の都らしいスポットプラス街の雰囲気を伝えていこうと思います。三島駅南口の様子です。駅舎はコンパクト、人口約10万人の都市、決して大きな街とは言えませんが、あれ結構ね、高いビルが建ってますよね。そう、飲み屋も多くて普通に栄えてる雰囲気がこちら出てます。現在三島駅のバスロータリー側から映してます。で、僕の背中側にはなんと近代的な高層階の建物、こちら富士山三島東急ホテルという施設も建ってて、タリーズコーヒーから高級そうなレストランのテナントが入ってました。三島は確かに人口は多くないですが、これ以外にも近くにはララポート、サントムーンというショッピングモールもあって、商業施設は比較的充実してるかと思います。何も人口が少ないだけで田舎とは限りません。さあ水の都、早速駅前には綺麗な水が流れてます。駅前噴水、早速水の都らしい雰囲気が出てます。そんな三島、伊豆半島は水が綺麗なことから、先ほども伝えた通りわさびで有名。駅前にはわさび漬けのお店が。そしてそして駅前の源氏さん、静岡名産の海産からうなぎを食べれるお店。そう、三島はね、うなぎも有名なんです。これも綺麗な水と関係してるかと思います。そんな三島にもう一つ有名なグルメがあります。何だと思います？そう、こちら三島コロッケ、先ほど源氏さんで購入。なんとね、こちらのお店のコロッケにはうなぎが入ってるんです。見えますか？そしてわさびが添えられてます。まさに三島伊豆名産の合わせ技。映像がね、ちょっといまいちより綺麗な写真を写しておきます。こうしないとね、ちょっとお店に悪いですからね。皆さんも来たらぜひ。さあ、前置きが少し長くなりましたが、これから三島の町、そして美しい水のエリア、観光地へと散策していきます。まずこちら正面奥へ進んでいきましょう。ここから先は三島駅周辺の観光スポットに目を当てていきます。まあ、ここに行けばね、間違いはないでしょうという場所。動画の中盤から終盤には美しすぎた水がある観光地を紹介したいと思います。それでは行きましょう。先ほどの通りを道なりに進むと、両脇には2つの観光スポットがあります。まず右側にある施設、こちら楽寿園の様子を見ていきます。いや、もう入り口からいい雰囲気。この日猛暑日だけど、木がたくさん生えててほんのり涼しい感じがしました。日本三大庭園、兼六園、偕楽園、後楽園とありますが、こちらもそれに負けてないぐらいの雰囲気でしたよ。そして楽寿園の見どころの一つ、こちら楽寿館は明治23年小松宮別邸として建てられたみたいです。でね、こちら小浜池、先ほどの楽寿館を正面から見られるスポットですが、あれれれ、なんかね、水の量がこれ明らかに少ないぞ。本来はね、写真だとこのようなはずなんですが、一体なぜ？昔は常に満水でしたが、人口の増加とか工場が増加して近代化することで今の姿になったみたいです。しかしね、夏から秋にかけて池に水が湧き出て、7年から8年に1回はね、満水になるみたいな案内がありました。水位を示す計りがポツンと立ってます。小浜池、水が湧き出てくるタイミングでね、ここに来れたらラッキーなのかもしれません。ちょっと暗い感じになりましたが、ここから先は三島の美しい水のスポットを見ていこうと思います。楽寿園の向かい側にある白滝公園、こちらがまた見応えのある公園で、木が生い茂った雰囲気の良い公園です。先ほどの楽寿園もそうですけど、富士山の噴火による溶岩が見られます。噴火のたびに吹き出た溶岩の隙間から富士山の雪解けの水が三島へ湧き出てるとのこと。これが三島市内各地に湧き出てます。このせすらぎ音、またたまらないですね。白滝公園から湧き出た水はこちら桜川へと流れていきます。この桜川沿いを道なりにまたつられるように歩いていきますと、とあるスポットへ誘導されます。さあ、どこでしょう？こちら三島に来られたことない方も一度は耳にしたことがある三島大社。もう楽寿園、白滝公園、そしてこの三島大社はね、セットだと思って来られた方が良いですよね。というくらいに見応えのあるスポット。
三嶋大社は源頼朝が三嶋大社に祈願したおかげで戦に勝利したこともあるらしく、古くからのパワースポットとか。ひとまず家族、友達の健康と YouTube が伸びるようにここでお祈りをしました。皆さんどうかチャンネル登録よろしくお願いします。三嶋大社エリアには動物と触れ合えるスポットも忘れてはいけません。なんとね、鹿くんがわんさかわんさか寄ってきました。すごい数ですね。水の美しさで癒される三嶋、パワースポットでも癒され、そしてね、鹿くんでも癒される。餌が売ってるみたいなので、ぜひ皆さんそれ買ってから行ってあげてくださいね。三嶋大社を後にして現在地図にある三嶋市街地を歩いてます。この町は駅前と少し離れたところに市街地形成をしてて、結構ね、独特な町づくりがまた興味深いところがあります。そしてね、マンションが多いですね。そう、三嶋は新幹線で神奈川や東京方面にも通勤する方が多いようで、とても人口約10万人の町とは思えないぐらいに高層階の建物もちょくちょくある印象があります。ここまではね、三嶋の有名な観光スポットをメインで焦点を当てていきましたが、それではお待ちかね、この先はタイトルにもあるように美しすぎた水の都にふさわしい場所を紹介しなくてはいけません。先ほどの市街地を楽寿園方向へと進んでいきます。その先にはこちら源兵衛川。さあ、どんな場所かと言いますと、水が透き通ってて綺麗なのはもう当然、それプラス見てください、この雰囲気、まるで異世界。いやー、美しいですね。しかも川を歩けるように整備されてるんですよ。これ結構すごいですよね。源兵衛川を流れる富士山の湧き水は年間を通じて15度から16度、夏は涼しく冬は暖かく感じるとのこと。この周囲にはね、子供が水遊びしてたり、カップルが仲良く黄昏れてましたよ。また夏の夜はね、ホタルが舞うとか。ここは夕方から夜に来るとまた雰囲気の良さがね、さらに増すと思うので、皆さんもぜひそのタイミングを見て行ってみてはどうでしょうか。ちなみに昔三嶋に来た時、源兵衛川を渡った先にあるお蕎麦の飯島さん、ここね、めちゃくちゃ美味しかった思い出がありね、おすすめです。この日残念ながら休業日。綺麗な水を見て美味しいお蕎麦をすする、いやーね、最高かと思います。そしてもう一つどうしても紹介したい場所があります。こちら柿田川湧水群、三嶋市ではなくお隣の清水町。三嶋駅からバスで20分ぐらいの場所にある公園で、まあ三嶋駅周辺ってことにね、もうしておきましょう。こちら富士山からの湧水、こんな感じでね、至る場所から水が湧き出てくる様子を楽しめます。そしてこちら、なんということでしょう、美しいコバルトブルーの穴。なんとね、深さ 3.5 メートルもあるんだって。これは落ちたら大変ですね。くれぐれも皆さん身乗りして落ちないように気をつけてください。それにしてもね、インスタ映えですね。ひとまず夏はここに来て水で涼み、三嶋のうなぎを食べてスタミナをつける、そんな旅行日程もね、ありじゃないかなと思います。首都圏名古屋エリアからも日帰りで十分楽しめると思うので、ぜひね、皆さん三嶋を訪れてみてはどうでしょうか。この日は本当水で癒されました。ひとまず駅近くにあるアシタバさんという居酒屋で三嶋コロッケ、また先ほどとは違うタイプ、こちらもね、こちらでとても美味しいです。そして浜松餃子、やっぱね、静岡県に来たらこれは頼みたくなっちゃうんですよね。うん、このもやしがまたいいですね。以上、三嶋駅周辺の散策でお送りしました。この動画が良かったらぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。